よし。じいさんは SN のお願いにすぐに応じてくれた。っていうより幻のシチューアイスが早く欲しくて我慢できなかっただけかもしれないけど。こうして私は冬のペタルを取り戻すことができたんだ。そしてが帰ったナップルタウンシルバーラインストリート、私とまだまだ新米タマガイドの SN は元気に帰ってきたのでした。
フロッカー爺さんの提案で私のお別れパーティーを開いてくれました。ナップルタウンのみんなが別れを惜しんで挨拶に来てくれて、もっともリトルマネーの爺さんは時間と金が無駄だと言って来やしなかったけど、代わりにエリーさんが来てくれたから、うん、その方が何十倍もいい。みんなとってもいい人たちだな。そして最後に記念撮影、ピエロくんが撮りました。そしてついに礼拝堂でゲートが開かれ、ポーチアリシアはもう新米卒業タマガイドの SN を伴ってついに私自身の世界へと帰る道に着いたのです。Thank you.